お前ら、気合い入れていけ！男マサオの生き様、見せてやるぜ！と片付けしまいますか。でっこら死ねえ。さあ行くぞ。楽しませてくれよ。腕が鳴りますよ。ぐちゃぐちゃにしてやるよ。見せつけてやる。
誰に喧嘩売ってんだ。ああ、始めよう。一応本気だったから死にりゃ言っていいんですよね。行っちゃいますよ。気を緩めるな。進め。調子乗ってんじゃねえぞ。悪の違いを見せつけてやる。恐ろしさ一応挟み込んでやる。飛龍会の勝利だ。よーっ、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。やろうども、男マサオの生き様見せてやるぜ。一暴れしますか。ボコボコにして派手に行きますか。どうなっても胸が鳴りますよ。楽しませてくれよ。やるな。楽しませてくれ。手加減しねえぞ。行くぞ。こりゃ余裕だな。楽しませてくれよ。手加減しねえぞ。お前ら俺についてこい。いい加減にしろ。気流界突撃。連中に負けるわけにはいかねえな。俺らのあいつら締めるやつだ。一応本気出しますか。一応本気出しますか。行っちゃいますよ。さあ行くぞ。さあ始めよう。さ
っさと片付けちまおうや。よし、俺たちの勝ちだ。お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。気合い入れていけ。見せてやりましょう。でっこら、さあ行くぞ。誰のれ、魔王の生き様見せてやるぜ。楽しませてくれよ。手がなれ、本気すぎる。またまた、お前ら、俺についてこい。ほらほらほら、お前らに負けるわけにはいかねえな。腕が鳴りますよ。やっちゃっていいんですよね。気を緩めるな。進め。やっちゃっていいんですよね。ほらほらほら、久しぶりに暴れてやるぜ。さあ始めよう。飛龍会の勝利だ。よーっ、お疲れ様でした。よくやったお前ら。やるじゃねえか、キリュウさんよ。俺を本気にさせる人間に会えたのは久しぶりだ。嬉しいよ。だが、そろそろ決着をつけないとな。おい、テンさん。次こそはお前らとケリをつける。こっちも全力でやらせてもらうぞ。俺と小島、天骨タッグで、てめえらをギッタギタにしてやる。一人だろうが二人だろうが変わらねえ。まとめてかかってこいよ。
前にも言っただろ、俺たちは 1+1 で2じゃねえ、200だ。分かったろ。 1+1 が200で10倍なんだろ。分かってりゃいいんだよ。こっちがせっかく本気出すんだ、てめえらも本気で来いよ。俺たちはジャスティスがどうのこうのとかは大して興味がねえんだ。強いやつと戦えればそれでいいんだからよ。せいぜい楽しましてくれ。つまんねえ戦いにしやがったらぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。次は天狗寺揃ってくるのか。すんなりは勝たせてくれそうもないな。こっちもしっかり準備して臨みましょう。ああ、時間食っちまった。せやがって。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだな。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。Ha! Ha! 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 Ha
他妈的，这男人到底是什么人物？大家散开，快跑！まだいるな。お前は逃げなくてもいいのか。どうも、キリュウさん。俺ですよ。覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でもキリュウさん、なんでまたこんなとこに。秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられねえか。できなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。ああ、あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。わかったよ。少し時間をくれ。ああ、頼む。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる？まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ？採用会の中でってことですか？幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか？エドと話したいって、なんでまた？採用会がハルカの事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど。なんだ？キリュウさんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか？いいのか？どこで会う？劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。キリュウさんはお一人ですか？ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも今度はつけられないようにしてくださいよ、キリュウさん。分かってる。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。時間食っちまった。いらっしゃいませ。さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。登場界の人間が俺を。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
秋山。どうも。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリュウさん。お前、なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。途上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその抗争が収拾つかなくなると、サツはうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の抗争は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを利かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを？
俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上海と中国マフィアの抗争に加えて人言派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートもあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。時間食っちまった。Damn!
危ねえ。ったく、時間食っちまった。僕また強くなったと。ああ、構わないぜ。やったー。じゃあ遠慮なく。死ねえ、キュリュウ。うん。はっ。てい。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。彼女か？何をやっんだ。手間取らせよって。気をつけろよ。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと、可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。はあ、まあ。お前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ、踊れ。なんでもっと早よ止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあ、つけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え、桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時に、いつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし、韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですなあ、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、立川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても立川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、
地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。殺せやがって。何をやってんだ。手間取らせやがって。気をつけろよ。ありがとう。
いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。何をやってんだ。しかし手間取らせやがって。気をつけろよ。おかげで助かりました。しばらく寝てろ。せがって。アインスクラム第9弾。この星の運命何をやってんだ。ったく、時間食っちまった。気をつけろよ。助かりました。いらっしゃいませ。
まいな。さ、行くか。ありがとうございました。兄貴、アジア街じゃ。秋山ユーマはここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、キリュウさん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ。あいつが秋山だ。ええ。へい。江戸の店はあれです。少し遠回りになりますが、他の建物自体はあそこへ忍び込みます。わかった。それじゃあ、こっちです。秋山です。キルさん、そちらの二人が広島に。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。お前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでした。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでいくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるので、こっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今はとにかくエドと話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ。あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。気休めかもしれませんけど、いいでしょこれ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと雄太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。
早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。哦，终于。对的。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了。但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了知道了。您绝对是装睡的对吧？没那么回事儿。いいですよ。俺が先に行って様子を見ます。合図したらこっちに来てください。何者だ？有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あもう、仕方ねえな。シーザー。ピッ。さすが。トゥリア。うわ。
く行きましょう。今のうちに早く。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ誰もいない。もしかすると罠かもしれないな。当たったようですね。面白くなってきましたわ。
おらおら、オドレラの相手はこのわしじゃ。えらいや、ユタ、そっちは任せた。ここはわしらに任せてくれりゃええ。エドの部屋は2階です。キリュウさんはそっちへ向かってください。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウカズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？辰川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、辰川を殺したのはこの私だよ。なぜ辰川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。辰川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。辰川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。辰川という男はそのヘイハイツの一人だ。中国人だったってことか。西洋会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。辰川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。辰川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？
さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、あの世で立川から直接聞くといい。この私が立川のもとへご案内して差し上げよう。キリル・カズマ！ぶっ殺してやるよ。ドリア！こちらを忘れちゃ困りますぜ。綺麗な兄貴、助立ちします。おお、これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。うらぁ、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 やるな。やれてやるよ。うらぁ、うらぁ、うらぁ、さすが兄貴ですの。キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ！お前らはいつか
必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。踊れら、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる？なんでお前がこんなところに？陽明連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか？陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なら東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。ふん、俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何？俺はな、桐生さん、中身は生っ粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと？それじゃお前も達川と同じってことか。達川？達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ？広島で何をしていた？この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ？このアジア街に殴り込んだ理由は何だ？今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある？達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの？そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。増すぞい、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている？落ち着いてくださいよ江戸さん、ボスが来てます。何？ボスが？なんでわざわざこんなところへ？私は西洋界総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。
明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東城会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？ああ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷って倉庫だった廃墟ビルだ。ただし、ボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。わしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃき、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとはの。兵配置とか言うとりましたが、達川といい、舛添といい、一体どうなっとるんじゃ。兵配置って何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつって、こっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが、生まれた子を役所に届け出ないもんだから、戸籍も何もない。だから彼らは、教育も、社会福祉も、医療も受けられない。あんた、物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会は、その兵配置って戸籍難民を、日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして、日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際、陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか？わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。桐生さん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか？ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かになるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの？
さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。ローが俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの、達川と松添のことといい、あの中国マフィアは広島にもなんぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、ローが松添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます？ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。神室町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。神室町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜が神室町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は聡明やさ、あんたの時代だろうが。そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃあ西洋界の中国人たちが
達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん。神室町の女の味はどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東上界の街ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東上界の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと。四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東上界の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです。その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる。ご存知の通り東上界は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西洋会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東上会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東上界がその殺しに絡んでいると思っている。だから東上界と西洋界の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまにはあんたも東上界のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞くきりはな。おい兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？染谷、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、
アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東上界内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東上界六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東上界の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋界との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東上界の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。兄貴、ちょっと、ええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、行けんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたら、もう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だがだからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っております。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。